戦争は真実を殺すという。だが誰が真実を決めるのだ。機内にはワルシャフスキー大統領と息女のアリオナが登場し、 NATO 代表との和平交渉のためハンブルクに向かっています。真実など味方の違いに過ぎない。ロシアではザカエフ空港での大虐殺へのアメリカ批判が未だ相次ぎ、全ての兵士は人命を守るために戦う。そこに善悪の区別はない。戦争とは大規模な自然淘汰の真似事ではない。ですが今ようやく世界に平和が訪れそうです。世界は巨大なマッチ箱。それが俺の知る唯一の事実だ。誰かがすればすぐに燃え上がるのだ。異常なし。総員報告しろ。チーム1、大統領執務室異常なし。チーム2、仮想デッキ異常なし。チーム3、全部キャビン異常なし。2時間後にハンブルクに着陸する。チーム1、着陸まで大統領から離れるな。マシリーが待ってるわ、お父さん。彼が欲しいのは私の答えだ。チーム1、移動中。彼を好きになれない。みんなそうさ。だから彼は、彼には何て言う。真実を話す。聞きたがらないわ。聞かせるさ。私は大統領だ。じゃあ優勝。大統領。マシ。ごきげんよう、ミスター・プレス。大統領。諸君、我々には二つの選択肢がある。平和か戦争か、生か死か。我々は子供たちのために西との和平を目指さねばならない。今は敵に譲歩すべき時ではありません。彼らに歩み寄ることによって敵を消し去るのだ。不和を取り除くのが無理でも、世界の安全を。銃声だ。機にハイジャックされました。コックピットにも侵入。大統領、伏せてください。チーム3、状況は。そう、答えろ。チーム3、全員ストロー。大統領を守れ。コードレッド、繰り返す。大統領をセーフルームに移動する。Thank you.
ぞハルコフ、大統領を探すんだ。ロシアはヨーロッパ全土を手に入れ、たとえ焦土と化していてもだ。発射コードを教えてもらおうか、大統領。誰だお前に。誰にだって弱みはあるものさ。アリョーナを探せ。